はい、レトロボーイ一郎です。今日は埼玉県東所沢駅に降りてます。はい、東所沢駅で今日はさくらタウンっていうところをちょっと施設に行ってみようかなと思いますので、所沢さくらタウン、ほらミュージアム、イベント、ホテル、レストラン、あ、素敵じゃないの。あらゆる文化を一つにしたクールジャパンの、角川武蔵野ミュージアムって、この岩のかっこいいね、うん、すごくないですか。これす本棚劇場って、一番上の本が、地震があったら大丈夫なんでしょうか。ホテルもあって、ジャパンパビリオンってなんだろうね、なんか、劇場みたいな、そうですかね。日本最大級のポップカルチャーの発信拠点、アニメ聖地88、さくらタウンまで約 800m。お、ちょっと私たち今こちらの改札出たところにいます。いいですね、わかりやすい地図が。改札出たら右です。右に出て、信号を2つ行って左に曲がる。そうすると桜タウンですね。はい先生、はい、かわいいところ、マンホールの蓋、所沢、まあ、こういうのが歩いていくとあるんだね。なんか色もついてて可愛い。うん、あった、これあれだ、宇崎ちゃんは遊びたいの、宇崎ちゃんです。でおっぱいのとこすごいでかいって書いてある。所沢市の汚水のね、上下、またマンホールで、この桜とこのアニメのキャラクターがコラボされてるんでしょうね、うん、なんかこういうのが結構あるんで歩いてて面白い、はい、こういうさりげないとこにもちっちゃいいるんです。真ん中にいます。トコロン、トコロンがちっちゃくいた、うん、ちょっとここ予算ケチったな。カラーがないです、うん、カラー薄。これ何ですか。ヤマトタケル。かっこいい。へえ。なんか急にタッチ変わったな。なんかちょっとまあトコロン簡単だね、うん、いいですね。あ、篠宮春日の本当にコラボしてんだね、いろいろあるよ、あの、うん、この通りいろいろあります。そちらにも汚れたところいるんですけど、え、汚れたところに、あ、先ほどのですね、はい、スレイヤーズの汚水、なんかトコロンだけじゃないよね、うん、こうやって見るとデートアライブ全部汚水の、所沢市のこの桜の模様にアニメがキャラが入ってるんですかね、うん、アニメかどうかちょっと分かんないんですけど、あ、消火栓だこれ。ちょっとトコロンが変わって赤くなったね、かわいい、これ雰囲気いいですね、かっこいい、はい、あ、一番普段アニメツーリズム、かわいい、うん、なんか流行ってんすかね、うん、僕らちょっとアニメに全く詳しくないので。オーバーロード、かわいいよ、うん、急にこういうキャラクター出てくるからね、主役とは限りません。じゃあ2つ目の信号を曲がりましょう。左に曲がります。内側にもやっぱフルメタルパニックとかありますね。はい、あ、なんかちょっとそれっぽい感じの東所沢公園です。あれ、かわいい、どんぐりの森、あ、公園を抜けた後に桜、うん、タウンがあるんだ、かわいい、ちっちゃい公園でかわいい、遊具広場があって、今現在地はあっちが遊具広場です。花の広場、あっち。へえ、そんな感じになってます。ちょっとじゃあ抜けてみましょう。そして僕らでも知ってるものやっと出てきました。所沢市政
市政施行70周年記念ガンダムです。オリジン、オリジン弁当かな。まあいいや、すごい、シャーザクやっときましたね。じゃあ目的地に歩いていきましょう。はい、所沢さくらタウン、めちゃくちゃでかい。はい、すごいよね、こんなんなってます。はあ、こっち側に僕らいるみたいですね。はい、でミュージアムがあってパビリオンがあって神社があります。でアニメホールとかオフィス、このでかい岩の部分ですね、千人テラスとかありますよ。こっちにショップとかレストランがある。はい、ニカケルさん、あ、埼玉パークとかあるじゃん、ここ行きたいですね。あわ、ラーメンボーカータリーズ、はい、山崎です。あ、角川食堂とか行ってみたいですね、せっかくだから。角カフェ食べれます。じゃあちょっと行ってみましょうよ。水盤のご利用、あ、水遊びができるんですかね。へー、すごい、こんな施設なんだ。岩が映ってます。そしてこんなですよ、水遊びができるそうです。あそこに神社ありますよ。はい、令和神社、え、おお、ありますね、武蔵野座、令和神社、行ってみましょうか。鳥居だけ、あそこで手洗うじゃん。ああ、すごいよ、これはすごい。神社と言っていいのかっていう疑問もありますけど、はい、神社の絵馬がいっぱいあります。こうなるんですね。へえ、すごい、お参りの場所です。これはでかいよ、思ったよりでかいです。あの、結構今日4月ですけど風が出て涼しい空間です。であっちがショップとかになってるみたいですね。すごい建物、ホールも入ってる。そうですね、ほら公園行きとかもちゃんと示してくれて、階段がすごいね、これなんかイベントとかやったら、いやー、ニャンコンデライブやったらすごいことになるわね。え、これちょっと水辺の方ですか、温泉みたいな。あっちどうやって行くの。すごい、これどうなってんの、これ下、エンディングはどうなってんですか。あ、こうやって流れてますね、ここに流れてます。はい、
はい、角川武蔵野ミュージアムの入り口です。こんな感じになってます。はい、武蔵野カフェです。武蔵野カレー、所沢キーマカレーとか。行く途中、本日の狭山茶、行くまんまんすぐ出ますとか、こんなのあるんだ。あー、ちょっと所沢の地ビールも、本日のコーヒーとかね。あ、ここ面白いですね。カフェでね、狭山茶500円と、あとこれです。狭山茶の肉まん、色がいいですね。ね、ちょっと買ってみたので食べて飲んでみようと思います。こんなね、木々があるとこで、カウンターでいただいております。狭山茶です。美味しいです。うん、美味しい。家の安いのと違うですね。あ、全然安いのと違う。美味しい狭山茶。いいかな。こんな、あ、すごい色してる。本当だ。ほうじ茶。あ、うん、じゃあそれにこれを飲みながら、こう、あの普通の肉まんよりもね、あの中が結構柔らかいですね。なんだ、柔らかい。うん、あ、肉の食感というより香り、香る。うん、お茶と合いますよ。うん、これはね、狭山茶と一緒にいただくのが。狭山茶はめっちゃ美味しいです。はい、肉まんも美味いです。うん、肉まんも美味しいです。はい、ということで、東所沢の桜タウン、あの見上がりました。僕ら東所沢駅から歩いて10分ぐらいで行ってですね、まあ中の施設入って、で4階5階は有料なんですよね。結局1400円大人かかりまして、で1階のなんか漫画コーナーじゃないけど別のエリアも600円かかると、うん、あとはあのショップとかレストランとか、まあそこはそれぞれお金かかるんですけども、あの建物の中に入って有料のスペースと、まあお金がかからないスペースがあるということなんで、まあ正直本好きの人や
ああいうちょっと文学的な要素が強い場にはなんかおすすめかなと思いました。まあ、コロナ対策とかもすごい知ってるんで、すごい素晴らしい施設だなと思いました。綺麗でしたね。うん、去年の10月ぐらいにできたのかな。まだ建物が全然綺麗。うん、ということなので、まあ、また機会があったら行ってみようかなと思います。はい、ということで今日の動画ね、以上になります。じゃあまた、ご視聴ありがとうございました。